はい、私の奥に見える橋桁が落ちた場所や橋脚の上では今日は午後4時過ぎまで現場検証が行われていました。警察官や国交省の職員などが橋脚の上で写真を撮ったり、工事に使われていたとみられるクレーン車を見ている様子などが確認できました。そして道路は事故により片側2車線から下り車線は通行止めになり、上り車線を片側1車線の対面通行となっていますが、帰宅時間とも重なり混雑しています。この道路は普段から交通量の多い道路だということですが、私も午後この道を走ってみましたが、信号が青になっても車が進まないこともありました。近所の人からも大変だという声が上がっています。山がこの道の向こうにあるもんで、今日ももう5、6回往復している状態ですね。大変ですよ。やっぱ早く工事やってほしいですね。完成を目指してね。工事を発注した静岡国道事務所によりますと、橋桁を撤去できる見通しはまだ立っていないということです。一刻も早い原因の究明と、現場の復旧が待たれます。竹下さん、映像で見ていてもすごく大きなものが落下したんだというのは伝わるんですが、実際現場で取材してみてどう感じていますか。はい、今日は橋桁が落ちた道路から少し離れた場所でも捜査員が状況を確認する姿が見られました。もしかしたら落下した衝撃で何か破片のようなものが広い範囲で飛んでいった可能性もあり、被害の大きさを感じました。